岩松正文です。身近な人の話をちゃんと聞きたいと思っている人のために楽に話が聞けるようになる聞き方傾聴の講座を開催したり講師の育成をしている心理カウンセラーです。今回のテーマは問題解決より大切な〇〇の変化ということで、まずお知らせです。8月30日火曜日午後1時からビジネスマンを対象にした傾聴の強化研修を行います。この研修では傾聴の基本スキル相槌繰り返しなどではなくてビジネスマンに不可欠、そしてなかなかうまくできない聞き取りの練習を中心にワーク中心の研修となっています。概要欄にリンクがありますのでよかったらチェックをしてみてください。では今回のテーマ、問題解決より大切な〇〇の変化ということで、人の話を聞くときに一番してはいけないと私が思っていることが、目の前で変化を起こさせようとすることです。せっかく相談をしてくれてるんだから問題を今ここで解決してあげたい、前に進んでほしい、今この面談が終わった後に笑顔になってほしい、そういう希望っていうのは個人的な欲求として持つことは否定しません。でもそう願う欲求を持つことと実際に問題を解決してあげようとすること、前に進ませようとすること、あるいは笑顔にならせようとすること、その行動のドゥーイングとしてそれをやろうとするということはまた別のことです。そして結果を自分で作り出そうとすれば、そこには何か無理が生じてくる、そういう経験をたくさんしてきました。なので心の中で結果がいつか良くなるということはもちろん期待するけれども、相手を今ここで変えようとはしない、それが大事です。今ここで問題を解決しようとしたり笑顔になってもらおうとすることよりもっと大事なことがあります。それはその面談が終わった時に話し手さんの中に感覚の変化がほんの少しでも起きていることです。その感覚の変化があればその回の面談としてはとりあえずよしとしましょう。それ以上欲張らないことが大事です。感覚の変化というのは、例えば問題は何一つ解決してないけれどなんとなく整理された感じがあるとか、聞いてもらったことで私はそれに悩んでたんだなぁと少し明確になった気がするとか、あるいは話しながらそういう考え方ってしたことなかったなぁっていう今までの自分とは違う視点で少し見れるようになった部分もあった、こんな感じです。この感覚の変化のことをフェルトシフトというふうに言います。感覚が動いていくってことですね。感覚の変化は起こそうとして起こるものではありません。深く傾聴で聞いて相手を分かろうと関わっているとそこからふとどこかから生まれてきてわっとこう湧き上がってくる、それが感覚の変化です。なので作り出そうとして作っているものではなくて、ちゃんと傾聴していたら結果的にそういうふうになったという、こういうことなんですけども、私自身は支援の形としてそのように自分が作り出す変化よりもですね、こういう結果的にそういうふうになったって思えるような支援の方が私は素晴らしいんじゃないかなと思ってます。なので相手を変えようとかいい結果をこの時間内で作ろうとかそういう意識でするのではなくて、感覚の変化が起きればクライアントさんは自動的に自分で動くか動かないかって決めていくので、聞き手である自分はその聞くという役割を真摯にこなすというか取り組んで、その自分が傾聴するということに集中をしましょう。結果は相手に委ねるということです。このように自分の限界を認めて自分ができないことがあると認める、これ知的な謙虚さっていうふうに言うんですけど、インテレクチュアルヒューミリティと言ったりしますが、これにちゃんと自分自身を身を置いておけると、自分の役割に没頭してそれで結果がついてくるので、だんだんと自信がついてきます。私自身も昔いい結果出そうと聞いて
いいカウンセラーですね、岩松さんのおかげですねって、こういうふうに言われたくて仕方がなかったんですね。でもそれをやろうとすればやろうとするほど、もう相手の返事としてはね、はい、わかりました、やります、ありがとうございますって言うんだけども、それはその人が変わったわけではなくて、カウンセラーさんを喜ばせてあげようと、カウンセラーにこれ以上迷惑かけちゃいけないから分かったことにしておこうっていうね、こういう意識とか無意識が動いてて、結局クライアントさんのためのカウンセリングじゃなくて、カウンセラーのためのカウンセリングになってたなっていうふうに思うようになりました。そういう失敗をたくさんしてきました。なのでよく皆さん、過去と他人は変えられないっていう言葉はよく知ってるんですけども、でもどうしてもやっぱり人を変わってほしいと思わずにいられないんですね。それをぜひですね、あ、本当に他人は変えられないんだなと信じられるような体験をいっぱい積んでいくと、そういうね、自分の力で変えよう、自分の力で結果を出そうみたいなね、そういう問題解決思考っていうのがだんだんなくなっていって、ちゃんとね、傾聴しながら人の支援をするというのが体感的に分かってくると思います。傾聴だけでは問題解決はできないって言ってる人もいるんですけど、そういう人の多くが実は感覚の変化につながるような聞き方ができていない人です。形として聞いてあげてるだけなんですね、うん、だからただ聞いててもどこにも行かないので、問題解決しないっていうのは、まあそれは確かにそうなんだろうなと思います。だけど深い共感に徹していれば、そのうち、ああこうやって聞いてることが自分が作り出したんじゃないんだけども、こういう変化やこういう結果を生み出すんだなっていうのを目の当たりにしていけるので、そうするとね、だんだん信じていけるようになると思うんですね。でまた感覚の変化を作れるような聞き手になるためには、これをお聞きいただいているあなた自身が自分の内側を深く感じられる、そういうね、自分の感覚が分かる人になっておかないと、人の感覚を変えるような聞き方はできません。ですのでぜひ自分の心を感じる、そういう傾聴力、自分に対する傾聴力、まあ、いわゆるセルフ傾聴力というふうに私は呼んでるんですけども、それも高めておきましょう。自分に対する感覚にちゃんと敏感になり、それをね、ベースにして人と関われるようになっていくと、誰でもいい聞き手になっていけると思います。よかったらやってみてください。今回のお話は参考になったでしょうか。ではまた次の収録でお耳にかかりましょう。